TT サーキット圧線で元 GP 第8戦オランダ GP が開幕。初日のフリー走行1回目で最速タイムを記録したのは、ルカティのフランチェスコ・バニャイアだった。元 GP はカザフスタン GP がシーズン後半へ延期されたこともあり、6月初旬の第7戦イタリア GP からレースのない期間が続き、オランダ GP は3週間ぶりのレースウィークとなっている。 伝統の TT 圧線に各ライダーが次々に飛び出していき、3週間ぶりのレースウィークということもあってか積極的に周回を重ねていった。なおアレーシエスパルガロ、アプリリアはコースインしてすぐにトラブルが発生したようでマシンをコース脇に停止。バーシャルの助けを借りてピットに戻らざるを得ず、手花をくじかれてしまった。 FP1 開始から10分で、マルク・マルケス、グレシーニが1分32秒980までタイムを縮め、しばらくの間はこれが暫定トップタイムとなった。ターン 14&15 の高速区間ではマルコ・ベッツ・セッキ VR46 のマシンが激しく振られ、そのままグラベルへコースオフしてしまう場面があった。ただベッツ・セッキはマシンをコントロールし、 転倒することなくコースへ復帰している。周回を重ねるごとにタイムが縮まる傾向にあり、FP1 折り返しが過ぎた後にはバニャイアやアレックス・マルケス、グレシーニ、マーベリック・ビニャーレス、アプリリアが暫定トップタイムを更新していった。そしてバニャイアの記録した1分32秒401が暫定トップで FP1 は終盤を迎えた。 その後、大きなタイム更新はさほどなかったものの、ファビオディジャン・アントニオ VR46 がラスト1分で1分32秒314をマーク。わずかにトップタイムを更新した。それ以上の更新はなく、ジャン・アントニオが FP1 トップタイムでセッションは終了。しかし、セッション後にトラックリミット違反によってジャン・アントニオのタイムが抹消されたため、 FP1 トップタイムはバニャイアとなった。2番手はマルケス、3番手はラウル・フェルナンデス、トラックハウス、だ。日本メーカー勢はホンダが変わらず苦戦してしまっている一方で、ヤマハには副調の兆候があり、ファビオク・アルタラロが4番手タイムをマーク。今回ヤマハは新型エンジンを持ち込んでいることがわかっているが、 クアルタラロのタイムが新旧どちらの仕様で記録されたタイムなのかが気になるところだ。